谷の走塁が良くなった理由はココービーのおかげだった。NBA レジェンドのココービー・ブライアント専属コーチがわざわざ現役復帰してまで大谷に付きっきりでひたすら毎日ずっとスプリントの練習し続けたおかげで、フォームからしてここまで変わった。これはコービーが生前ずっと大谷をドジャースに勧誘してたから、コーチが意思を引き継いだんや。MLB チームのドジャースは大谷翔平選手と面談した際に、レイカーズのコービー・ブライアントが6年前に残した大谷へのメッセージ動画を流していた模様。コービーは事故で亡くなる前に大谷への勧誘動画を残しており、このメッセージ動画がドジャースに移籍する決め手の一つになったという。ええ話や。コービードジャース好きすぎやろ。コービーサンキュー。コービーのコーチがコービーのために復帰するって映画みたいな話やな。コービーのおかげで40盗塁できたみたいなもんや、やっぱレジェンドはすごいわ。